名古屋流北条氏は、鎌倉時代の北条氏の一族。鎌倉幕府二大執権、北条義時の次男、北条朝時を祖とする。名古屋の地にあった、祖父、北条時政の屋敷を継承したことにより名古屋を、少子、母方の引き師の地盤を継いで代々、北陸や九州の国々の守護を務めた。創設当初の名古屋流の価格、勢力は、 特捜家に次ぐものであったが、名古屋流からは、執権、連署六原短大は一名も出しておらず、養殖は表情集や鎮税短大等に止まり、その特捜家に対抗し得る価格の高さが、特捜側から警戒されていたとみられる。名古屋流は、その本来は着流であるとの意識の強さから、たびたび、特捜家と対立し、数度の討伐を受けている。その朝動機は、 義時の正室諸生の長男であったが、父の歓喜を被って偽絶された。北条主本家は、側室諸生であった、イボ兄、北条安時が次いで着流の特宗家を起こし、朝時は諸家の名古屋家を起こす。朝時は執権である兄、安時のもとで表情集を務めることを拒否するなど、反抗の態度を示し、安時の死去の際にも、 光景をめぐって何らかの不穏な動きがあったとみられる。朝時の死後も、着難光寺が、胎児の孫で五大執権となった時よりに反抗し、将軍、九条より常を要して宮騒動を起こすが、敗北して、光寺は、出家、強硬派であった弟の時さちは自害している。その後、光寺の弟である、時明、の時,時、時元は、 幕府表情衆を務めるが、文英三年、徳捜、北条時宗らによる将軍、宗方新の追放にあたり、これに反対するの時は、自衆の生止を無視して、軍病を率いて、自衛行動に出ている。その後、文英九年に二月騒動が起こり、自衆の命により、時明、の時が、無本の都賀で討伐され、この事件を契機に、名古屋家の犯行は終わった。 しかし即座に、二月騒動での時明の処分は五殺であったとされ、子孫らに罪はなしとされ、逆に打ってとなった徳宗家を内人らが処刑された。時明の系統は、名古屋流の着流として幕府内で引き立てられ、また弟、時期の系統も養殖につくなど、以降の名古屋流は徳宗家に従順となる。一方、二月騒動で没収された名古屋流の 特に、九州の諸領国は返還されることはなく、これは、元の信仰に対する特宗家を中心とする、公選には有利に働いたが、名古屋流の鎮税での影響力は、完全にとは言えないまでも後退した。これらを含めて2月騒動以降、一門でも独自の勢力を持っていた名古屋流は、特宗家の支配下に服することとなった。 鎌倉幕府の滅亡につながる現行の乱では、名古屋流最後の当主、北条公家が、六原丹大救援のため足利高氏と共に、上落し、五代五天皇法と戦って討ち死にした。越中守護であった名古屋自由は、越中守護所で戦ったが敗れた。幕府崩壊後は、中仙台の乱に乗じて時、優の維持である名古屋事件が、北陸で、平居死刑を目指したが敗れた。また、 東海道方面では、西予中山合戦にて、名古屋国時が戦死した。その後も、西国や北国など、全国的に散発した旧鎌倉幕府勢力による反乱の中心勢力として、名古屋市がたびたび活躍するが、徳宗家の北条時行の起こした、中仙台の乱に呼応した、越中の名古屋事件の例など、各所でその都度鎮圧され、次第に収束した。 同時に、名古屋市の勢力も、各地で滅びていった。また代々室町幕府方向衆の一番手に属する、今川名古屋の氏は、後家の子、名古屋公判がおじである、今川来国に保護され、養子となった公営であるとする話が伝わっており、その子孫とされる人物には、名古屋三三郎、今川氏豊かなどがいる。昭和から平成にかけての日本の俳優であった、高倉健は、 北条厚史寺の子孫を自称しており、生前に鎌倉の東照寺や土地など北条氏所縁の地に奉納などを行っていた。ありがとうございます。